どうも、YouTube ごめんさん、ジゴサンキューチャンネルです。今日はね、なんていうか、こう、まだ旅行から帰ってきてね、まだふわふわしてるんで、なんかご飯もなんか適当でいいや、みたいな感じで、今日は、このカップ麺を食べようと思います。ただ、今回食べるカップ麺はこちら。よっ。この赤いきつね。で、赤いきつねはうどんの方で、まるちゃんの赤いきつね。これうどんね。で、これ知ってる人は知ってると思うけど、この東洋水産の横にちっちゃく E って書いてあって、これがイースト。すなわち東日本版の赤いキツネね。だから西日本版の赤いキツネとはね、味付けがね、ちょっと違うらしい。前になんかね、どん兵衛の、これじゃない、もう一個似たような緑の方のどん兵衛のうどんを食べた時に、なんかね、上に乗ってるお揚げがすごい甘くて。で、ちょっとびっくりしたんだよね。ただ西の方だと聞いてみたら、お揚げは甘いらしいですね。なんか、私は多分今まで食べた、多分だけど、このマルちゃんのイーストの赤いキツネのお揚げは多分ね、そこまで甘くなかった気がする。ちょっと確かに甘いんだけど、でも、なんか、どん兵衛で食べたやつの、べらぼうの甘さとは多分違うというふうに思ってて、もう5分くらい経ったかな。まあいいでしょ、開けちゃいますか。あ、そうだ、言い忘れてたわ。これめちゃくちゃしてるな。めちゃくちゃしてるんだけど、今回は、カップ麺はね、結構自分はね、よくやってる。まあ、みんなやってるかな？やってると思うけど、オリジナルカップ麺にしてて、ちょっと見てください。このようにね、上にわかめとね、ネギをね、乗っけてあります。大量に。なんで、まあ、多少の野菜を、これで取っていくと。まあ、取れてはいないという意見もあると思いますが、まあ、多少のケアをしたということだけ、知っておいてください。赤いキツネと緑のタヌキの、私は、赤いキツネの方が好きです。上に乗ってるね、なんか揚げがあんまりね、好きじゃないんだよね。お、すごい、どこから食べていいかわかんないようになってんな。ちょっと待って、キツネだけちょっとかじっていいですか？多分、味が若干違うと。あー、これだわ。うん。しょっぱい。まあ、甘さもあるけど、やっぱり赤いキツネイーストは、しょっぱい。関西版のW の文字がついたウエストはおそらくだけど、これも甘いんじゃないかな。うん。だしも、なんていうの、かつおだしというか、いわゆる東の方の、なんかだしの味。ちなみにだけど、私はだしは、なんだろう、四国とかの西の方が、なんか美味しいと思う。まあ、なんだろう、普段食べてないから、久しぶりというかね、たまに食べると美味しいって思うのかもしれないけど、私が住んでるのは静岡県は、まあ、黒いおでんとかね、まあ、その辺が有名だと思うけど、東の方の味に多分ね、近いんだよね。だから、どうしても食べ慣れてるのは、東の味になっちゃうね。で、自分の住んでる町の近くに、ちょっと近くないんだけど、ののかっていううどん屋さんがあって、浜北っていうのは浜松よりももうちょっと北の方にあって、車じゃないとちょっと行けないんだけど、そこのうどんはね、すごい絶品で。そこはなんか本当の、なんていうの、讃岐うどんってやつ？だから初めて多分そこで食べたんじゃないかな、いわゆる。本格的なさぬきというか、西のおだし。そこすごい美味しかった。でも、お揚げは多分ね、甘くなかったと思うんだよな。どうだったかな、お揚げ。お揚げ乗ってないやつでしたか？天ぷらうどんとかでしたか？甘いお揚げはちょっとなぁ。なんかご飯っていうか炭水化物と一緒に甘いものってなんか基本的になんか良くない気がする。まあでも、ジャムパンとか甘いものか。麺とかではなんか甘い麺ってある？ないよな、甘い麺。まあ。この甘さがアクセントになっていいっていうことなのかなぁ。あんまりね、
お揚げの甘いのは好きになれなかったわ。あ、でもやっぱり、赤いきつねの方は大丈夫だわ、でも。結構カップ麺とかは、なんだったかな、イーストとウエスト以外にも、なんか他にもね、確か九州だったかな。九州は九州で特別な味があった気がする。九州かちょっとどっか忘れちゃったけど。まあ同じ日本でも、結構なんていうか好きな味って違うんだね。魚系のなんか香り、カツオとかね、そういうのやっていくのが多分東京系で、昆布で出汁取ってみたいな、であとは塩、まあ多めに入れて、まあ多分比較したら多いと思うけど、塩を多めに入れて味を整えるのが西なのかな。出汁がどうのみたいなのが話をするようになったのは、味噌汁自分で手作りするようになってからだな。味噌汁作ってて出汁で味がこんなに変わるんだっていうのはなんか学べた気がする。まあ出汁は関西、関東で大きく違うけど、他はみんな一緒かな。まあおでんとかは本当に静岡一部特殊ルールがあるぐらいだし、西と東で大きく味が変わるのって何かあんのかな。自分が住んでた町、静岡県が何か変わったものってあるかな。特にないよな。それこそおでんくらいじゃないかな。まあそういった意味では、まあ県内来て、ああ GoTo でわざわざ静岡来る人はいないか。まあいないよな。静岡に観光で来ないか。静岡観光来ますか。いやー来ないな。富士山に行くとかならわかるな。それぐらいになっちゃう気もするな。ちなみに県民の私がおすすめしたい県内の観光スポットは、こんな話しても分かんないか。でも柿田川公園っていうね、公園があって、柿田川公園だと分かんないけど、湧き水がすごい綺麗にポコポコ湧いてる公園があって、そこはすごく綺麗だったな。あとはまあもうシーズンじゃないけど、富士登山ができるぐらいか。まあ浜松もいい、すぐにはねすごいいい街だと思うんだけど、観光かって言われると多分違うかなみたいなとこあるね。まあ自分もいろいろ思うけど、こう旅行に行くときに、まあ普段から車乗るのが好きな人とか、そもそも旅行は車で行くでしょっていう人は浜松は結構楽しめると思うんだけど、やっぱり旅行はやっぱり公共交通機関でしょっていう人が、まあ東京中心に多分たくさんいるんだよね。そういう人たちにとって、なんていうかこう田舎の観光地は、うまく足を用意できるかどうかっていうのが一つ、なんか人を呼べるなんか重要な要件な気がするよね。実際車内で観光しようとしたら結構きついと思うな。まあ自分みたいによっぽど足が強ければいいけど。
なかなかその辺は難しいかなって思います。うん、うまっ。これ今一杯100円でした。うん、でも今月の安い量が入ったからまた買ってこう。あ、美味しいね。やっぱ赤いきつね、うまいわ。なんか食べ慣れた味。たまにペヤング食いたくなるけど、ペヤング飽きるんだよな、途中で。具材入れすぎたせいで箸で取るの大変だわ。そして最後にちょろっとなんだけど、最近なんでかわかんないけど、また株をちょっと、株取引ね、ちょっとまたやりたいなと思って始めちゃったりなんかして。なんなんだろうな、このギャンブルしたくなっちゃうんだろうな、多分な。まあ今のところビギナーズラックで、まあちょっとだけプラスが出てるんだけど、うん、そろそろやめ時かなとか思うね。プラスが出たらもうこれで勝ち逃げで終了した方がなんか、うん、いいような気がしなくもないんだよな。でももしかしたら明日もうまくいくかもしれないとか思っちゃうんだよね、うん、難しいとこだね。スーパー全部飲まないで、今日はこんなところで。あ、そろそろ編集もやんなきゃな。ほなまた。